それはたった一通のフェイスブックメッセージから始まった。日本に住む親族を探しています。私の母は日本で生まれ、1953年に養子縁組でアメリカにやってきました。彼女の昔の名字は木川、名前は陽子です。横須賀の夜のハウスに母と一緒に暮らしていた200人以上の混血児たち。戦争がもたらした結果なんだっていうことをね。でも母親、父親側からの問い合わせは一件たりとも受けたことがないですか。調査を進めて知った戦後に生きた女性たちの苦しさ。語り継ぎたくないんだけども、やっぱりこれ語り継ぎなきゃいけないのかな。陽子の未来を米兵への養子縁組に託した母。I was crying, telling her not to leave. And she said not to worry because she would be back for me. And of course, she never came back. 66年ぶりの来日。ノブコ似てる。似てるって。やっぱりそっくりね。忘れていた母の顔。母の面影を求める陽子の旅。横須賀1953。